はいえー、こんにちはレトスののです4月24日の3問に入る前に、えー、今日は私の話を少しさせていただきたいと思います。えー、やればやるほど面白くなるものそれが「勉強」です、えー、法律の勉強は初めは外国語のように何を言ってるのか全く分かりません。 私自身がそうだったんですねで。そもそも私はですね、漫画を含めて本を読む習慣がなかったんですね。なので、宅建の勉強をしていても、その本に書いてある内容が全くわからないんですよ。だから、とりあえずは丸暗記をしていったんですね。そして、5ヶ月ほど勉強して、解いたことがない過去問を解いたんですよ。で、まあ、5ヶ月勉強してるんで、まあ、そこそここれ勉強してるんですね。 なので、自分自身はもう実力ついたんじゃないのかなと思ってたんですよ。で、解いたことがない過去問解いたら19点だったんですね。50点満点中19点です。もうこの時はですね、もう勉強が苦痛で、まあ面白くなかったんですね。5ヶ月間はずっと面白くなかったです。何言ってんのかわかんないから。まあとりあえず覚える学習をしてたんですね。だからやったところは覚えてるんですけども、まあ実際、丸暗記なんで理解してないから、 応用問題が出たら解けないんですよ。ちょっとひねられたらもうそれで失点しちゃうんですねなのでもうこのままじゃこれ合格できないなってもうこの時思ったんですよでこっから勉強法を変えていったんですねそれは丸暗記学習から理解学習に変えていきましたこれがですね4月中旬だったかなそのぐらいだったと思いますでここから理解学習を行いながら一つ一つ分かるようにしていって でそれを積み重ねていくと「まるだから××だよな」というふうに自分自身で答えを導けるようになったんですねつまり単に覚えてる覚えてないっていう話じゃなくて問題文見て「あこういう状況だからあこうだよなだからあこれが答えだな」というふうに分かるようになってきたんですよ、まあ、そうなると問題を解いていても面白くなるし新しい分野を勉強してもこれを勉強して理解すればまた知識増えるんだなと思えるようになってくるんですね で知識が増えれば、より自分で考えて答えを導けるようになります。そしてさらに面白くなります。勉強って、やればやるほど面白くなるもんなんですよ。勉強しても面白くない人っていうのは、おそらく丸暗記学習だと思います。丸暗記では、勉強の楽しさってわからないです。理解学習を実践すると、勉強が面白くなって、そうするとさらに勉強します。そうすると点数伸びます。 それは当然合格しますよね。なんで、ぜひ今年絶対合格したいというのであれば、理解学習を実践して楽しみながら合格を目指しましょう。まあ実際ね、弊社の個別指導の受講者さんも、意外と勉強面白いって言ってくれる方多いです。まあもちろんね、初めは理解できない部分も多いんですけども、ある程度勉強を重ねていくと、意外と皆さん楽しんで勉強されています。まあだからこそね、えー、合格していただけると思うんですね。 なんで、もしあなたも絶対今年合格したいというのであれば、今から理解学習に変えれば今年合格十分目指せます。ただ、個別指導あの、募集終了まであと4人なので、お早めにお申し込みいただければと思います。で個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入ります。A 所有の建物につき、A が結婚したら B に建物を売却するという売買契約が成立し、 条件が成就する前に地震により建物が滅失してしまった。この場合、飼い主 B は A に対し損害賠償請求できる。丸か罰かという問題です。え考えたい方は動画をストップしていただいてえ、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは、えー、どうかというと、B は A に対して損害賠償請求できませんので誤りですね。 停止条件付きの売買契約において、債務者に奇跡自由なく目的物が滅失した場合、まあ債務者っていうのは売り主ですね、今回で言うと。売り主の責任じゃない理由で、えー、建物がなくなっちゃったよと。そういった場合、債務者、売り主は債務不履行の責任を負いません。なので、買い主 B は売り主に対して損害賠償請求はできないので、誤りとなります。 ま、今回は、ま、これだけで全然解けちゃうんですけども、まあ、この問題には別のポイントがあるんですね。で、この別のポイントも、実はこれ一緒に覚えた方が効率的なんですよ。バラバラで覚えてしまうと、もう混乱の原因になりますので、まあ、できればですね、この別のポイントっていうものを一緒に覚えていただきたいと思います。ただちょっとそこまでお伝えを教えると、ちょっと長くなっちゃいますので、その点については、個別指導の受講者さんのみお伝えいたします。 で、問い2に入る前に、まだえチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンをクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問い2に入ります。飼い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して、国土交通大臣が定める書式の書面をもって、その意思表示を行わなければならない。丸か罰かという問題ですね。答えはツです。 クーリングオフにおける契約解除は書面で行わないといけません。その際の書面について書式は定まっていません。したがって、今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、これが誤りです。書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず書面でクーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発したとき、つまり、 発送したときですね。書面を発送したときに効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着したときに効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて問いさんです。盛戸土規制法の問題です。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため、必要な擁壁が設置されておらず、 これを放置するときは、宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに、当該宅地の所有者、管理者、または占有者に対して、擁壁の設置を行うことを命ずることができる、丸かツかという問題です。で答えは、これ、正しい内容ですね。まあ、この内容っていうのは、まあ、改善命令と呼ばれるものです。 この一定限度ですね。この一定限度っていうのは災害の防止のため必要な限度かつ土地の利用状況等から見て相当であると認められる限度を言います。つまり知事が改善命令をする場合は必要な範囲内で改善命令してくださいよ。必要以上の改善命令はできませんよっていう内容です。命令を出す相手ですね。所有者、管理者、占有者、 この3名は頭に入れておきましょう。この状況を実際見てもらうとわかるんですけども、これ工事中ではないですよね。もう工事が終わって、工事が終わった後、これ必要な溶壁が設置されていないよっていう話なので、ここの中に工事の施工者っていうのはいないんですね。まあ、ちょっとしたことですけども、ちょっとした理解があると、こういった工事施工者がない理由がわかるじゃないですか。これが理解学習なんですね。 細かい部分かもしれないけれども問われる部分をちゃんと頭に入れるために理解学習をしっかり行っていきましょうもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであれば今からであればあなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っときますのでそちらからぜひご確認くださいそして個別指導の募集終了まであと4名となりました まだ試験まで約6ヶ月ありますので、全く知識ゼロの方であったとしても、今から理解学習を行えば、今年の合格も十分目指せます。もちろん理解学習ができるっていうのが前提なんで、まあ、理解学習ができないとなかなか合格するのは難しいんですね。ただ個別指導ではその理解学習というものを強制的に行っていただきますので、今年の合格も十分可能だということです。あなたが絶対今年合格したいと思っているのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。 個別指導についてはこちらの真ん中の動画、こちらをご覧ください。で個別指導のお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。